こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回ですね、お邪魔しているのはですね、皆さん、この背景にはもう結構見慣れてるかなと思うんですが、プラステ東京店さんにお邪魔をしております。まあ最近ようやくですね、気温が下がってきまして、皆さんもそろそろ本格的に秋服を買いたいタイミングになってきたかなと思います。店舗にもですね、かなり秋っぽいものとか、まあ中にはもう冬に着れるようなコートなんかも揃ってきたので、ここで今回はですね、大人の男性に似合いそうな 鉄板服をですね皆さんにしっかりめに解説をしていきたいなと思います、まあ、実際にこう試着をした形を見ていただくとですね皆さんも想像しやすいかなと思うのでもうなるべくいろんなモデルを着ながらですね大人のスタイリングをま皆さんにお伝えできればなと思っていますのでよかったら最後までお付き合いいただければなと思っています ということでですね、今日もいろいろ店内歩いてみましょうかね。まずはですね、ちょっとこちらのゾーンなんですが、スポーティーな雰囲気のものですね。その中にこうカジュアルで着やすいような要素もミックスされていて、まあ使いやすそうなものがあるんですが、もう一発目でですね、目に飛び込んできたのが、こちらのアイテムですね。まあいわゆるですね、CPO ジャケットみたいな感じですかね。胸の部分にですね、大きめのポケットが左右対称についていて、まあこのですね、シャツとアウターのこう中間 ぐらいのの位置づけのところが非常に使いいやすすアウターでで僕も大好きなんですよねこれはね、すごく良くて。で、素材感としてはですね、コットンとポリエステルがコンボされてるんですが、まあ、ジャージーでこう伸びるんですよ。着心地の面でも非常に快適なので、これはもう鉄板で使いやすそうですね。まあ、ベージュ系もありますし、あとはですね、グレーですとかブラック、定番的な色味もあります。まあ、今季はちょっとこういった柄物なんかもあったりするので、この辺りでアクセントをつ 着けるのもいいかなと思うんですがどれがいいですかねちょっと個人的に気になるのは最初にご紹介したベージュなのでこちらの方ちょっと着てみたいと思いますはいということで実際に着てみましたがいかがでしょうか、まあ、ちなみに僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが今回着用させていただいたのが m サイズですね、まあ、見ていただくとですね全体的に少しゆるさのあるサイズイングになっているんですがかといってこう大きくしすぎてないのでこのあたりはまあ大人世代にも使いやすいですね僕も今 現在40代代ななんででですすが、大人世代にはバチッと似合うような程よ程いいいサイズ感でいいですね。そしてやっぱりこの胸元のポケットですね。通常のシャツだとやっぱりこうアウターっぽく見せるのがなかなか難しかったりするんですが両胸にこういった大きめのポケットがついていてここがアクセントになるので僕は CPO シャツとかジャケットが大好きなんですが非常に仕上がりがいいですね。めちゃくちゃ伸びるんですよこれ。この着心地の良さもすごくいいなと思います。で今着てるのがベージュなんですけども、まあ、ベージュといってもですねちょっとグレーの 混ざっっったよようううななななななででででですすすすねねいいいいいいいわゆるこうグレーージュっぽぽアプローチで女性性くくらとか男が着ても甘すぎないような色味なのでこれすごく上品でいいです、ね、まあ、秋、T シャツの上にサライと着てもいいし、あとは、ちょっと薄手のニットの上に着てもいいと思います。ロン T でもいいと思うし、あとは、もうちょっと季節進んだら、この上にロング丈のコート着たりすればいいので、冬晩も使えるので、これ1着あれば結構使えるかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。個人的にはグレージュとか、やっぱグレーも結構いいなと思うので、まあ ぜひ皆さんチェックしていただければなと思っていますはい続いてですね奥のゾーンですねこちらのニ ともですねいいですよね厚みとしては中肉厚ですね薄手のものではなくてわりとこうざっくりと編んであって厚みも程よくありますねでホールガーメントで仕立ててありましてこのあたりもですねやはりこう技術力がしっかりと表現されていてまあプラステさんらしいアイテムだなと思いますちょっとこう丸みのあるシルエットが可愛いなと思ってましてカラー展開も豊富ですね、まあ、スポーティな雰囲気なんだけどもその中にシャープさが現れるかなと思いますしあとはやっぱりですねプラステさん と言ったら僕がこう明るいブルー系。 この辺りがらしいなって感じがするんですよね。ネイビーよりはちょっと明るめで、ちゃんと着るだけでですね、華やかさも出るようなブルーですね。まあ、男性にも似合いやすいような綺麗な色なので、これもおすすめです。あとはですね、ちょっとこういったベージュですね。この色合いもいいですね。今僕が着ているこういったグレージュっぽいベージュとはまた違って、ライトベージュ、ホワイトとかオフホワイトに近いような色合いで、結構ですね、暗い色のアウターの内側に入れてあげると、すごくバランスがいいので、この2色結構 こう個人的にはおす,すめですねせっかくなのでちょっと着てみたいなと思いますがやっぱりプラステさんといったらこの色かなと思うのでこちらを着てみたいと思います。 はいということで実際に着てみましたがいかがでしょうかまあ着心地もすごくいいですねホールガーメントということでま1、あ、本の糸でできているとは思えないようなですね非常に仕上がりの良い,いニットになっています、まあ、全体がですねこう連動して動くので体も少しこう動かしやすい感じもしますしまたこう全体のバランスもねこう丸みのあってちょっと膨らみ感のあるニットの雰囲気も含めてなかなかですね雰囲気のいいニットになってますねまあ、僕の中でプラステさんのニットというと後ほどご紹介しますが結構薄手で上品 な雰囲気のものもをですすね想像することがが多いんですがこういったちょっとスポーティーで丸みのあるものも今っぽくて1枚で着るにはすごくいいなと思うんですね上にアウターを羽織るときにも1枚で着て様になるものだとコート脱いだときにもですね非常にバランスがいいのでこれはいいんじゃないのかなと思いますで色味もですねこれブルーということですごくね発色が良くてブラックのパンツとかグレー系のパンツに合わせていただくとすごくね相性がいいかなと思うのでぜひ、まあ、皆さん差し色として使っていただきたいようなそんなニットかな と思います、まあ、カラオー展開他にもたくさんあるんですがこちらのカーディガンバージョンですねベージュがあったりだとかあとはこのグレーですねこのあたりなんかも T シャツの上にさらりと着るだけで様になりますし少し緩めのサイズ感ですねこのあたりも含めて結構使い勝手がいいので合わせてチェックをしていただきたいなと思いますうんまあなかなかねニットって大人世代にはねあの欠かせないアイテムかなと思うのでちょっと厚手のこういったものと薄手のものは両方持っておくといいんじゃないのかなと思います 続いてこっちのゾーン見ていきましょうかね。ね まあこちらはいわゆるカジュアルのですね、もうプラステさんらしい鉄板アイテムが並んでるわけなんですが、まあ先ほど同じですね、素材のものを使ったボトムスですね。ちょっとジャージーな素材感でちゃんと伸びるというところですね。このグレー系のストライプとかすごく雰囲気いいですね。僕は好きなんですよ、こういったストライプのパンツ。これがすごく個人的には気になるのと、まああとはね、ブラックも本当に色味が深くて上品な美光沢があって、この辺りもすごく いいいなという雰囲気ですね、まあ、実際にですねこちらがセットアップで着ることができるようになってるんですねこうベージュでセットアップ組んでありますがこの感じもすごくいいですよね秋冬っぽいこう柔らかな色合いと風合いが出ていてすごくいいなと思いますね色もちょっとこう木っぽい雰囲気といったらいいかなこの雰囲気もまた平坦に見えないのでいいなと思いますねうーんどれ履きたいかなでこのパンツが実はまあ通常のですねこういった綺麗なシルエットでプレーンなものと今マネキン 近に着せててあるものを見ていたただきいいいんんででですすすががサイドにですねねポケットがついてるんです、ねまあ、いわゆるこうカーゴパンツっぽいようなアプローチになってましてこれもねすごくいいなと思ったのでこれをちょっと着てみたいんですよねでジャケットもせっかくなんで着てみたいなと思うんですがこのねやっぱりこのストライプのジャケットがすごく素敵だなと思うんですねだいたいこう指1本分ぐらいのですねこのピッチですごく大人っぽい英国調の雰囲気でだけどもサイズ感は少しゆるさがあって休日にもさらりと着やすい ような感じでやっぱりこう T シャツとか丸首のニットだとか少しこう襟がないものでラフで着るといいかなと思うのでこのジャケットも合わせてちょっと着てみたいと思います。 はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうかめちゃくちゃかっこいいっすね。まジャケットもですね、僕いろんなもの持っていますが、意外とこのようなストライプ系のものって持ってないので、ちょっと意外な感じがするんですが、すごくね、ハマりがいいですよね。少しカジュアル感もありますし、英国調の雰囲気も漂っていて、個人的にはこれ、なかなか雰囲気良くて欲しいなと思いました。この端の部分とか、ちょっとカジュアル感があるんですが、レーザーカットで処理してあるということで、このあたりも細かい部分 ななんですががめ中にもカジュアル感が漂っていてい、まあ、デニムだとかでもですね合わせやすいですし今回はこういったカーゴディティールのパンツと合わせていますが着崩してあげるとバランスがいいですね中は今ちょっとまだ秋の後半ぐらいで T シャツとかシャツという形で合わせていますがこういった形でもいいですしあとはニットですよねこの辺りのニットを合わせていただいてもいいかなと思います意外とこう最近の冬場ってそんなに寒くないのでこの辺りのアイテムだけでも 過ごせてしまううかなという印象もあるんですねあとは内側の重ね着次第かなと思うので結構これ長く使えるかなと思います着心地もいいのですごくその点もいいんじゃないかなと思いますねこれはちょっと僕も着こなしの中に取り入れたいと思うようなそんな一枚ですねそしてこのカーゴも綺麗ですよねまあ、大人見えするやっぱりこうプラステさんらしいカーゴのアプローチだなと思います動くとこの微光沢感も楽しめますしシルエットもですねズドーンとでかいという感じではなくて程よいゆとり感がある あるんですね、横のポケットもちょっとしたアクセントになっていてまチ、あ、もですねがっつりついてるって感じじゃないので割とこう平面でこのボリューム感がないポケットなので大人っぽく見えていいですよねこれがこうがっつりともっとでかくて街が深いものだとなかなかですね大人の男性にはトゥーマッチになるところもあるかなと思うんですがこの辺りのバランスがやっぱりさじ加減素晴らしいなと思っていてこれも外しで僕は欲しいなと思いますね色はブラックとダークグレーもあるのでこの辺りはちょっとお好みで選んでいただくのもいいんじゃないのかなと思います 思っておりますはい、続いてですね、見ていきたいのが、やっぱ皆さんも気になっていますよね、このライダースジャケット、いわゆるこう、まあ、男っぽい感じで、僕も好きなんですけども、実は本革のものをですね、去年手放しました、まあ10年ぐらい着ていて、まあかなりですね、重たいなっていう感じがしたりだとか、雨の日ちょっと使いづらいなとか、いろいろとこう理由があって手放してしまったんですが、そもそも大好きなアイテムなんですね、ちょっとこちら見ていきたいなと思うんですが、まあいわゆる シングルとダブルって両方の形が代表的なものであるんですがその中間ぐらいセミダブルの形になっていましてこれ本革ではなくていわゆるフェイクレザーではあるんですが質感が本当にレザーとほとんど変わらないぐらいよくできてますねこのあたりは僕もレザーのです、ね、ジャケットいろいろと着てきましたが本当に成功にできてるなと思いましたそれでいて重量感ですよねこれが僕にとってはネックになっていたんですが半分以下ぐらいの感覚なので でこれだったら着れそうだなと思うのでちょっとこれも試着させていただきたいなと思いますはい実際に着てみましたがいかがでしょうかやっぱかっこいいですね僕はこのライダースのこのセミダブルが一番好きなんですよ先ほどもちょっと触れましたがシングルだと割とこうシンプルになってしまうしダブルだと結構こうバイカーかロッカーかというどっちかのイメージが強いのでなかなかこう気恥ずかしい部分があるんですがこれだったらこう待ち着としても取り入れやすいかなと思うんですね着ていて軽い でですすしあとはですねこの細かい部分なんですがファスナーですねこここののブラックとというところに対してこのファスナーって意外と目立つのでこの辺りがちょっと上質なものを使われているのでしっかりとこうアクセントとして効いてくれてますねでサイズ感もいわゆるこうレザーブランドのですねタイトに着るような感じではなくて少しこう現代的なワンサイズぐらいアップしてあるぐらいなので気軽に着やすいですよね割とこの腕前とかピチピチだと結構動きづらかったりだとか重ね着もしづらいんですが今シャツ1枚着て 下に T シャツも着てますが、それでも余裕持って M サイズ着ていますので、すごくこれだったら使いやすいかなと思いますね。なんか雨とかでもですね、この本革ではないので、ちょっとこうそこまで気を使わなくていいというところも含めて、リアルな一着かなと思いますね。で、個人的にはこういったジャケットに対して、なんだろうな、ジーンズだとかそのあたりよりはちょっと綺麗に見えるような今みたいなこういったね、あの大人っぽいパンツだとか、あとはこういうストライプのパンツなんかで合わせてもすごく上品でいいと思うんです。 ですよね。あとは実際にこちらのマネキンに着せてありますが、内側はやっぱりこうニットがいいなと思いますね。上品な大人見えするニットでこういった綺麗なバランスをとっていただければ、これライダースも気軽に着やすいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもトライしていただきたいなと思います。そしてこちらのニットですね。この辺りはね。何度かもう普段の動画の中でもご紹介しています。薄手で重ね着に使いやすいニットというのは何枚あってもいいやつなんですよね。このブラウンの感じもいいですよね。すごく深めで。 ぼったく見えないですね美しいブラウンでこういったものもジャケットのインに使っていただくのもいいと思いますねあとはパープルですねこれもまたいい色ですねジャケットの内側に入れてあげたりあとはコートですねブラウンのコートの内側とかに入れてあげてもすごくいいかなと思いますね厚さもちょうどよくて重ね着に適していて1枚でも様になるようなニットのシリーズですで、まあ、これは動画の中でもお伝えしましたがプラセさんらしいですねこのロイヤルブルー調の色合いこれがね本当に綺麗な ですよ。ネイビーだとかブラックのセットアップの内側に入れてあげると本当に華やかさが出るのでこれはもう絶対買っておいた方がいいと思うような素晴らしい色味だと思いますぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思っていますそしてその隣結構ねもう密集していいものが連続しているので結構トピックス満載なんですが、まあ、この辺りのですねシャツもいいですよね見てくださいこのシャツもですねとろみ感があってですね冷容、まあ、も入っているんですが落ち感も綺麗なシャツ ですね、去年1年前にもね同じようなシャツをご紹介しましたが今シーズンはまたカラーバリエーションねちょっとこういったライトグレーがあって上品なものだとか、まあ、実際にこう着てる状態はこんな感じですねタックインして綺麗な形で着ることもできるしまあアウトで着てもらってもいいと思うので様々な使い方ができるかなと思います個人的にはちょっとこう秋らしいこのダークブラウンがすごく気になるのでこちらを着てみたいと思います はい、実際に着てみました。今回はですね、あえてワンサイズ上げて L サイズで着ています。レギュラーフィットになっているので、いつも通りの皆さんのサイズを選んでいただいてもいいですし、ワンサイズ上げて少し今っぽい雰囲気で着てもらうのもいいんじゃないのかなと思います。まあ、この見ていただくとですね、微光沢の雰囲気かなりいいですね。ブラウンのですね、秋らしいカラーに対して深めの色でちょっとこの光沢感があることで、すごく1枚で着るだけでも大人っぽくて上品な雰囲気、秋のね、季節感というところも漂うので、なかなかいいですよね。この 素材自体は洗濯してもこの光沢感っていうところが失われないのでそういった点でもすごく使い勝手がいいという形なんですねしかもシワにもなりづらいのでやっぱりこうシャツを着る際にシワとかを気にされる方には非常にこう気軽にですねケアもしやすい一枚になっているので美しいだけではないというところですね素晴らしいですねあとは細かいところなんですが服が好きな人はこういったボタンですよねこの辺りもねすごく上品な買いボタンが使われていまして上品な雰囲気がより漂っていますのでぜひ、まあ、皆さんこちら こちらはチェックしていただきたいなと思いますこの時期だと1枚で t シャツの上とかに着ていただいてもいいしもうちょっと季節が進んだら上にですねコートを着ていただければ様になるかなと思ってまして続いてはこっちですよねまあこのコートもかっこいいですよねはいちょっと見てくださいまあ、ダブルのですねチェスターコートのデザインになっていますねこのジャケットの着丈を長くしたようなデザインになっていますがまあいわゆるですねこうもっとロングなコートというよりは少し着丈が がすっきりめになっているんですねこれぐらいが気軽に着やすいのとあとは最近こういった竹の長さのコートがだいぶ増えてきているのでそういったところもちゃんとトレンドを抑えていていいなと思いますねで個人的にはこの襟幅ですねかなり太めの襟がついていてこのクラシックな雰囲気もなかなかいいアクセントになってくるのかなと思うのでこちらもちょっと着てみたいと思います はい、実際に着てみました。今回ブラウンを着てみましたが、まあ、なかなか新鮮でいいですね、まあ。ダブルのコートとか僕大好きなんですが、長さもですね、これ長すぎないぐらいなので、気軽にサクッと羽織りやすいですし、ダブルで結構ロングだとかなり風格が出るんですが、これぐらいだとちょっとこうね、P コートの延長線上でさらに大人っぽく綺麗な感じで着れるので、バランスがいいですね。内側もですね、こうサクッと羽織れるような感じで、あまりこうね、厚さを重視したような感じではなくて、もう断頭の ね、最近の日本においてはこれぐらいでも僕は十分なのかなと思いますあとは内側に着るもの次第でニットの重ね着だとかそういったところでちょっと暖かさを増してあげればちょうどいいかなと思うのですごく使い勝手のいいコートかなと思いますこの襟の太さすごくクラシックで僕は好きですねここが個人的には一つのポイントになったような気がしますこれもですね素材的にににジジャーでで伸びるるるんすすよ冬場っっって重ね着着いものだだだととなかなかとかかかかかななづらたり面倒 すすすすととと思うんでででがジジャー,ジーですごくサクッと羽織りやすいいころも嬉しいポイントですね、まあ、よく見るとヘリンボン柄になってましてこの平面的ではなくてちょっと立体感が感じ取っていただけるような見た目になっていてこの辺りもなかなかバランスがいいですねこれに対して今回は先ほどご紹介したニットですねパープルを選んでみましたブラウンとパープルでちょっとこう季節感を出してですねボトムスはブラックでギュッと引き締めてあげればかなりバランスよくまとまるかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんトライしていただきたいなと思います これでちなみに S サイズですね結構サイズ感としてはゆとりがあるので僕もこれはいつも着てる M から1サイズ下げたぐらいでちょうどいいかなと思うので参考にしていただければなと思っています で、こっちのゾーンなんですが、セットアップですね。このあたりもいいですよね。このチャコールグレーのセットアップ、すごく美しい仕上がりで、サイズ感も少しゆとりを持たせてあるので、綺麗めな雰囲気の中にも今っぽさが感じられるので、このあたりのセットアップもなかなかバランスがいいですね。まあ、こちらのね、プラステさんに来ていただければ、基本的にはカジュアルな着こなしから、ちょっとこうビジネスカジュアルの雰囲気までしっかりとですね、作ることができるので、まあかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。 まあ、ぜひ皆さんもお店の方にもですね遊びに来ていただければなと思っています。 いや、いかがでしたでしょうか皆さん、今回の動画ではですね、プラステ東京店さんにお邪魔しまして、秋冬の新作ですね、皆さんに徹底的に解説をさせていただきました。まあ、相変わらずですね、大人の男性に似合いやすいものがしっかりと並んでる印象ですね。どれ見てもですね、こういったシチュエーションで使えるなっていうところが明確にイメージできるものが多いので、もう本当にね、皆さんも気軽に来て試着していただくとかなりアイテムのバリエーションも含めて、秋に着れるもの広がっていくんですよ。 じゃなないいのかなと思っています、まあ、この最近の日本の気候に合わせたようなライトで着やすいものが結構増えている印象でこの辺りも含めてすごくリアリティがあって使いやすいものが多かったですね、まあ、個人的に欲しいなっていうものもたくさんありましたが最初の CPO ジャケットだとかあとはそうだなぁにって ともねちょっとこうもちっとしたこうスポーティーなニットですねざっくり編みのやつも良かったしあとライダースのねジャケットもめちゃくちゃ良かったのでこの辺りもすごくおすすめですねあとはこちらのコートも含めてかなりかっこいいものが多かったのでまぜ、あ、ひ皆さんもですねオンラインですとか店頭の方でチェックしていただければなと思っておりますということで以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに